写真拡大。ロッテ 4-2 ラミゴ交流試合15日。 ZOZO マリン。ロッテは15日、ラミゴとの交流試合 ZOZO マリンを行い、4-2で勝利した。新外国人ケニス・バルガス内野手は5番 DH でスタメン出場し、6回1失1、3塁で迎えた第3打席に右翼線へ2点的自打。ここまで練習試合を含め、先週から自分の打撃フォームが崩れていたという新助っ人はこの打席、ミートに心がけて右翼線へ2点的自打を放った。足の上げ方や手の位置などいろんなことを考えすぎていたし、今までは低めも高めも全部に手を出していたと、不調の原因を自己分析していたバルガス。少しゾーンを上げて、打てる球に絞ってスイングしたことが良かったと、30打席ぶりの安打を喜んだ。きっとファンの皆さんも長いこと待っていたと思うのでと、中継カメラに投げキッス。この日も時折カメラに、明日から調子を上げていってほしいと井口監督も試合後に語っていたが、バルガス本人もここまで結果が出ていなかったのは残念なことですが、シーズン始まるまでは準備期間なので、それをうまく使っていきたい。シーズンが始まったら1打席も無駄にできないし、結果が求められるので、そこに照準を合わせていきたいと語る。日本野球への順応を模索しながら結果を出すべく、開幕までに状態を上げていく。岩国誠。